合宿の楽しみは食べることと寝ることに尽きるという。食事の時だけは和やかな空気に包まれる。ごちそうに舌鼓を打ちながら和気あいあいの会話が続く。当たる場所は人差し指と中指のこの拳です。拳を、ね、持っていて当たるんだが、当てるのではなくねじ込むんだよ。問題はそこだ。軽く握ってて持っていく瞬間にこことここと力を入れてねじ込む。その時に息を出す。私は人間性豊かな人間をね、生かしたいんだよ。そういう人間性豊かな人間がね、支部長でもね、素晴らしい支部長はね、人間性豊かな人、人間性が豊かで大勢の人間に過ぎてくる人、自分だけが良ければいいというような人間はね、正直のね、武道空手をやる資格ないよ。極真は栄光不滅にしたいというのが私のね、悲願であり願望である。すなわち自分をね、崖っぷちに置くこと。真っ暗な海岸に正座し、瞑想の中で夜明けを待つ。自然と一体になり、大地の息遣いを感じながら、心の奥に木をみなぎらせる。そうすると君のパンチで必ず相手が倒れるよ。待て。いや、それは回る時にね、こうなってるんでしょ。これだ。もう過ぎたら裏剣まで行きます。分かった？よし。はい。そこまで行きました。次。鉄水まで行きます。分かった。だから水って裏剣。いやと。この時に気合入れてください。分かった。よし。はい。よし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 。ここに入っちゃダメだ。よし。はい。ここに入るからいけないんだよ。ここだよ。いい。一発で相手を殺すんだから。よし。できるならば回し蹴りでいいよ。ボーンと蹴って置いて三鎮立ちになる。前屈にならないで三鎮立ち。百式、内受け、裏受け、鉄槌まで行ってください。鉄槌の時に力入れて気合い入れる。ここや。ここ、分かった。よし。すぐ。オッ。えい。
君は倒れる番だよ。おっす。もう真剣にやるよ。おっす。必ず相手を倒すというようなことだよ。おっす。ねえ。足をね。よいしょ。よいしょ。おっす。足先骨に引かない。三人立ちだ。うん。高ける高く。問題はね、勝負に際しては倒すことが一番肝要。わかった？よし。しかし倒すために綺麗なね蹴り、綺麗な動き、息の調節、これが一番大事だ。息の調節。わかった？よし。これをね、だからその傾向に重点としてやらなくちゃダメよ。わかった？よし。そういうことで、まあ、とにかくやる以上は傾向の時は真剣勝負だと思って傾向する。試合の時には平常心でやればいいよ。試合の時には平常心でやれば、そして相手を倒せばいいです。だから今練習するのはもちろん後ろ引っ掛け、はい、引っ掛けた回し蹴り、これも必要だがね、もう一回引っ掛けた、はい、これよし、はい、それもう思い切りね、できるんだろう、このコスネで蹴っていけや。わかった。よしよし。もちろんもう一回引っ掛けた、よし、引っ掛けた、今度蹴弾蹴りだ、よし、蹴弾蹴り、わかった。ここを蹴っていくんだね。例えばここを回し蹴りで、こう蹴っていくでしょ。そうやったらこれは何でもないけれどもね、しばらく経つとね、これがね、どうしても下がってくるよ。ここは痛いから、その時にはね、緊張するからこうやるけれども、しばらく経つと手が落ちてくるから、手が落ちた来た時にね、顎を蹴っていく。わかった。よし。だから一番、もちろん今もう一回言ってごらん、ゆっくりこう回して回し蹴りをやった。この時に回し蹴りだけじゃなく、できるならここを蹴っていってもいいよ。後ろ引っ掛けて、そう、ここを蹴って。日本代表選手の特訓は延々と続く。大山の眼光は一段と鋭さを増す。汗はすでに出尽くし、皮膚の表面に塩の結晶が浮き出す頃、いよいよ特訓は佳境を迎える。相手の腹をプチ抜いて突き刺すような気持ちで、その時に小指と薬指に力入れる。おっ、一発叩いたらね、槍で腹を過ぎてね、槍の穂先が腹の背中に出るような気持ち、思い切り突くんだよ。昼食後、一般の道場生が束の間の休息を取っている時間、代表選手たちの特訓は再び開始された。分かった。おっ、このまま蹴られるし、このまま金玉蹴られるよ。体で強くなりたいならばね、正確に覚えた方がいいぞ。うっ、そしてね、一撃で必ずぶち抜く。うっ、そして拳をね、背中に刺す。うっ、まあ、そういう気持ちで、その刺す時にここに力を入れるよ。うっ、手はね、いつも自分の顎をかばする。自分の首、自分の上半身だけをかばする。わかった。だから足と関係ないんです。三、四、待て、はい、岩崎、何やってるんだ。もっと真剣にやれよ。殴り合いが本当にうまくなるならば、点を中心とした円の動きをね、常に研究しながらやっていかなくちゃダメ。さあ、よし。叩いても叩いても倒れないのは、君がね、握力がないということ、よし、当て方が下手だということ、よし、この2つの点にかける。はい、よし。こういうになると裏剣になる。こういう仕掛けてこない。君はね、こういうにあるね、裏剣だ、それは。こういうに仕掛けてこないと。分かった。仕掛けてきて、突くというようになるな。